長さんと魚住さんから。あ、なんだろう、悪魔払いって。開けてみる？え、いいのかな。 MS 組一同当てだし。お菓子、トリュフ、チョコレートかな。こっちは。何これ、彫刻？なんかすごく怖かったね。悪魔払いって。あ、後で月並くんに聞いてみよっか。あ、ごめん。りっちゃん家の車擦っちゃった。構わないよ、廃車にしてもいいと言われているからね。双葉さん、早乙女さん、ヤッホー、久しぶり。元気だった？あのどうしたんですか？え？じゃーん！かぼちゃだ。外国のやつだ。すごいっしょ。りっちゃんのニューヨーク土産だよ。早乙女さん、ニューヨークへ行ってたんですか？親愛なるハルトに会いにね。親愛。10月のマーケットはハロウィンで一色だった。色とりどり、大小さまざまな形をしたカボチャたちを見ていたら、ふと君たちのことを思い出してね。りっちゃんって指導は厳しいけど結構面白い人でしょ。ってことで、はい、これ MS 組のみんなにね。ありがとうございます。こんなにたくさん食べきれるかな。こういうカボチャは料理したことないかも。え？何言ってんの？君たち今日が何の日か忘れてない？え？トリックオアトリート！ハッピーハロウィンじゃん。絶賛青春中でしょ？パーティーとかやんないとね。パーティー？タイガ、そろそろ稽古に行く時間だが。おった！安全運転で頼むよ。オッケーオッケー、目指せゴールド免許。じゃあお二人さん、バイバイ。あ、さようなら、いってらっしゃい。またもらっちゃったね、ハロウィン。お、星谷くん、ハロウィンパーティー、それいい。招待状はいらない、笑顔でおいでよ。今夜は特別カボチャ Making Dream 始まるぜ、始めよう。最高なドレスコードで中途半端なんかが有罪。いたずらなんか取りしてときめくの忙しいんだ。よし、やろう！ワンス動いた。招かれるように Twice 想像するよりリアルが早い。名前のないオンステージ、僕たちは踊り出す。さあ色
いいですか？中身をすべて書き出したら、次は顔のパーツを切り抜いていきます。エゴは何でも知ってるね。さすがだな。たく、日本の伝統芸能を背負って立つこの俺様が、なんだって西洋かぶれのカボチャ細工なんざ作らされてるんだ。星谷の急な思いつきは今に始まったことじゃないだろう。それにしたってだな。ハハハハ、なんだそりゃ。それのどこが顔なんだ。はあ、ここに目があるだろう。鼻、口。お前、久我の絵のこと言えないな。月神は工作系はちょっと苦手だよね。ほら、中等部で美術の時間にお互いの顔を彫刻で作ったと。その話はいい。人間誰しも増えてはあります。人様に迷惑をかけないだけ、辰巳の料理よりはマシだと言えるでしょう。おい、西洋かぼちゃは味が淡白。じゃあルーを濃いめに。ああ、牛乳でコクを出すのもいいかも。野菜ここ置くぜ。あ、ありがとう。ああ、トライシ君上手だね。そっか。ま、適度なお手伝い上手はモテる秘訣だからな。でもあんまできすぎんのは助手系良くないぜ。気ぃつけろよ、なゆきっちゃん。まさか高校生にもなってこういうことする羽目になるとはね。だからとっととミーティングに行っちまえばよかったんだ。てめえがこっちの寮に来てフラフラと星谷と談笑するから俺まで巻き込まれちまったんだろうが。はいはい、有罪だよね。できた。なんだこりゃ。やばいね。お、最高ってことか。アゲハ、ハチヤ、いる？いないのか。パーティーに誘おうと思ったのにな。どうしたの、宇賀は。別のやつ撮る？なんでホラーなの。みんなで映画大会楽しいよ。それはいいの。だけどハロウィンなんてお祭りなんだからさ、もっと楽しいファンタジーの映画の方がよくない？トライシがね、死ぬほど怖いの借りてくいって。アホちゃう。しょっちゅうホラー映画大会しててまだ見飽きないの、あの人。宇賀は怖がりで大変だね。怖いとかじゃなくって。で、あれ、アゲハ君、ハチヤ君。え、どこ？急いでたみたい。もう行っちゃった。わっ、ウガワ、これにしよう。絶対やだ。ただいま。おかえり。お、おお。あ、おかえり。犬見ね、手伝って。上の方届かなくて。いいよ。お部屋すごいことになったね。みんな、お疲れ様。お茶が入ったよ。飾り付けも終わり。あとはパーティーするだけだな。料理も出来上がりを待つだけだよ。なら各自休憩にするか。朝からカボチャを削りっぱなしで疲れた。それがいいですね。カボチャってあれ？そうだよ。
うん、4個かならセーフだね。は？何のことだ？え？まさかお前らハロウィンの起源すら知らないとか言わないよね。そういえばハロウィンって何？諸説ありますが、本来は悪霊を払う宗教的な祭り事だったようですね。悪霊？ビビっちゃったか？違うし、昔は10月の終わりが1年の節目っていう考え方もあってさ、死者の霊が戻ってくるって信じられてたらしいよ。ある村では恨みの深い死者の魂を追い払うために少年の生首を捧げるっていう風習があった。ジャックオランタンが人の顔を模してるのはね、その名残なんだってさ。その悪霊の怨念を鎮めるために用した首の数が6つ。だからハロウィンの日に6つのジャックオランタンに火を灯すと呪いを受けるっていう言い伝えが今もどこかにあるらしい。いや、やめてよ、不気味になってくるじゃん。妙な空気にしちゃったかな。俺も案外ハロウィン熱に浮かされてるのかもね。お、お？どうしたコキ？いや、今窓の外に白い人影みたいなものが。多分気のせいだな。宇川くん、大丈夫かな？僕もなんだか怖くなってきちゃったかも。なゆきって怖いのダメなんだっけ？うん、星谷くんは平気そうだね。おう、なんか出ても俺が追っ払ってやるから大丈夫なんてな。あお、星谷、ナイキ、ケイケイジ、全員無事みてえだな。急にどうしたんだろう、停電かな。いや、明かりが消えているのはこの建物だけのようだ。じゃあどうして？足元気付けろ。あ、星谷くん、何も見えないぞ。落ち着け、懐中電灯があったはずだ。宇川くん、なゆきくん、星谷たちだ。お前らもさっきの音を聞いてきたのかよ。うん、何だったの？おい、懐中電灯が一つもないぜ。妙です、共有スペースには必ず常備されていたはずですが、消えたってこと。つうか、そもそもこの停電は何なんだ。なんかホラー映画みたいだね。家に幽霊が入ってくると最初は心霊現象が起きるんだよね。勝手に電気が消えたり、誰もいないのにガタガタ音がしたり。ポルターなんとか。ポルターガイストな。ヒリあしつけ、こら。ジャックオランタンが6つに。落ち着いて、みんな離れてはいけません。
触れた。でかしたし、そのまま捕まえとけ。ああ、ダメだよ、クガ君、呪われちゃうよ。おい何が呪いだ、クソ野郎。ハワワハワワ。え、驚いたな。普通悪霊をとっ捕まえたりする？なんじゃ大きい。じゃあもしかしてアゲハ、アジア君、どういうことだ。もしかしてこれ全部てめえらの仕業か、コウキ。俺たちは彼らの手足に過ぎないけどね。彼ら最強最悪、今宵の魔王様たち、お出ましだよ。いたずらするって楽しいね。いたずらそれは芸術さ。叱られやしないよ、ハロウィンだから。頂上的なリリカルすごくいいね。誰もいないステージ、拍手が聞こえる。ファントムの高笑い、美しいのはエゴイズムな感情。怖いぞ、ありえないけど泣くもないよ。どうせやるならパーフェクトに。スピン、イエス、スピン、イエス、スピン、イエス、レッツショータイム。トリックオアトリート。お菓子くれてもくれなくても可愛い後輩くんたちにはいたずらしちゃうぞ。でへっ、えっ、えっ、ー、驚いた。実は今朝こっちの寮に来る前に第二寮にも寄ってさ。俺たちもその計画の片棒を担げと。まっそういうこと。ユータにドッキリ無理。アゲハ、友情にもたまにはいたずら心が必要だよ。無論報酬も用意している。やる。ごめんユータ、勝てなかった誘惑に。南條は何をもらったの？想像に任せる。何にしろよく手伝ったな。他人に使われるの嫌いなくせによ。お前たちのさっきみたいな阿鼻叫喚プリが見られるって思うと触手が動いちゃったんだよね。お前マジ怖え性格してんな。本当にごめんなさいです。こんなことしていいのかなって迷ったんですけど、メートルリオに相談したら自分たちも高一の時にやられたから大丈夫って言われて。ああ、そんなこともあったね。懐かしいな。悪魔。やれやれ。つまりカボチャを差し入れられた時点から俺たちは手のひらの上にいたということか。あ、ってことはもしかしてあれも双葉さんたちのドッキリに使うやつだったんですか。ああ、あれ、うん、ハルトと魚住から。俺たち知らないよ。何が入ってんの？それがよくわからなくって。ん？って何これ？トリュフ？チョコ？こんなの入ってましたよ。はい。え？何これ？請求書1101001050万？チョコってそんなに高いの？双葉さん、これチョコじゃなくて本物のトリュフです。
でトリュフ送ってくんの？そんで俺の名前で請求書？無理無理、払えるわけないじゃん。普通にクーリングオフしちゃうし。でももう食べてます。甘くない。ふたばさん、しっかりしてください。早乙女さん、ふたばさんが。どうしたんですか？これは中等部時代に美術の授業でハルトが作った僕の顔。とっくに処分してくれていると思っていたトラウマの品がなぜここに。いくら親愛なるハルトの作品であっても見るに堪えない醜さだ。手先が不器用にも程がある。なるほど。悪魔払いか。ステップを踏むたび減ったシューズに証を刻んだ。決してうつむかずに空を見上げるのは奇跡に呼ばれてるから。昨日と茶のプリンだよ。わーい、やったー。明日はトリュフだな。くが、はあ、たく今日は散々な目にあったもんだぜ。そう、結構面白かったよ。え、忘れられねえハロウィンにはなったな。だよね。ね、どうする？来年は俺たちも後輩のことを脅かしに来ちゃう？いいな、やるからには本気出すぜ。妙な伝統を継承するな。あ、そうだ、仮装って言えば結城と紬が送ってくれたんだけど。何何？想像はつく。ああ、これ俺たちの。わざわざ作ったのか。出すの遅くないか。ごめん。これはドラキュラか。これなんだ。魔女の帽子かな。じゃあこれは。まだあるぜ。まだあるね。ひょっとして人数分あるのか。この知性の旅案用じゃねえのか。ねえ、ってことはさ、6つ。南條くんが言ってた話、作り話だよね。ねえ。だと思う。くらい